できるなんて。お話聞かせてください。本当にお綺麗ですよね。俺の姉御手洗恵子は学園内で学生長をする逸材である。呼ばれ恐れられ、逆に凛としたその立ち居振る舞いに惚れ込む女子も多く、このような女子が日常後を絶たない。しかしみんなは知らない御手洗恵子の本性を。物思いにふける御手洗学生長、悩んでる姿今日も素敵ね。学生長ですもの、きっといろんなこととか真剣に考えているに違いないわ。そう、今日も御手洗恵子は真剣である。今夜の俺とのセックスのことで。今日の登るにする婚姻はどうやろうか。あれもいいか。あ、母さんが帰国するって。ああ、昼に連絡があってな。忘れ物だとさ、家に着くのは夜遅くになるらしい。ま、母さんのことだからまたすぐ父さんがいるパリにとんぼ返りだろうが。なんで忘れ物なんかでわざわざパリから。うん、なんだ昇、不満なのか。別にそうじゃないけど、その。ああ、なるほど。今夜は私とセックスできずに残念なのか、ノボルは。そうっすよ。ええ、そうですよ。大丈夫だ。母さんの帰国で今日試すことは決まった。あ？私に任せろ。ちょっと、何これ。いつの間にこんな穴を。まあ、せっかく部屋が隣なのだし開けておいて損はない。それにトイレというものは不思議と親近感が湧かないか。御手洗だけに。ただいま。恵子、昇、今着いたわよ。ん？母が戻る日に二人とももう寝ちゃった。お姉ちゃん久しぶり。久しぶり。あら、お姉ちゃん何してんの。ちょっとゴロゴロしてるだけだよ。あら、そう。私ったら、お父さんの話になるとつい。お姉ちゃんも眠いわよね。そうかも。でもごめんなさいね、私たちが忙しいばっかりにいつも家族離れ離れで、二人には寂しい思いばかりさせて。翌日、母さんは何も気づかず父さんの元に戻ったのだが。もう一回だけ使ってみるか。ああ。中和剤を使わなければ媚薬の効果は切れませんわよ。中和剤？早くそれを。差し上げないとは言っていませんわよ。良い絵が撮りましたわね。撮れてます。お前嫌ですわ先生。部員は全部で4人ですわよ。先生、正常位などよく見えません。よし、じゃあみんな集まれ。先輩のことは以前からずっと見ていた。名前も知らなかったし、好きになっても無駄だから何度も忘れようと思ってたけど、汗と熱気で群れたあの姿を見てから、昼も夜も咲先輩のことが頭から離れません。そのゲームいいよね。ああ、
これ。私も最近ハマってるんだ。次の日の朝、先輩はスパッツのことを何も言わなかった。スパッツを盗んだ罪悪感もあったけど、それ以上にスパッツのいやらしい匂いで。あがり、今度会った時、気持ちいいこと、いっぱいしよう。はい。自分から言い出したくせに、たくみくんと会えないのが、どのくらい辛いか、分かってなかった。待ちました。